静岡県静岡市葵区馬番町静岡おでん小川。今回はこちらの静岡おでん小川さんで、元競輪選手の方にお話をお伺いしました。釜揚げしらす、やっぱ静岡といったらしらす。釜揚げですね。この静岡のもち胸って読むんですけど、ここのしらすが僕は抜群で、はい、ナンバーワンだと思ってます。これなんかもしらすを使ったピザ、はい、はい、あー美味しそう。鮭すごいですね。これすごい厚切りなんです。厚切り、分厚い。こっちのサバが見事ですね。塩サバ、焼津です。焼津の塩サバ、はい、サバの油よく頭にいいって言いますけども、頭が良くなる。でこっちがアジの天日干し。あ、そうですね。アジといったら、ね、増田義康。そうですね。ぜひ行ってもらいたいです。そして中津川さんにおでん屋さんの店内をご案内していただきました。これがおでん。うわ、美味しそう。取りましょうか。すごいグツグツしてる。この静岡おでんは、はい、出汁が黒いっていうのが特徴で。出汁が黒いのが特徴なんですね。はい、じゃあちょっと静岡ならではの取りましょうか。ちょうど先輩もいらっしゃってるので、先輩の食レポとか。ああ、もう抜群ですから。ここで先輩のところへ向かいます。小倉さん、おはようございます。あ、なんだ。昨日はありがとうございました。お世話になりました。今、そうそう、ここ朝ごはん食べてるのよ。あ、そうなんですね、うん。よくこちらで朝ごはんを。そうそう、朝ごはん食べたりね。はい。もう午後過ぎると、はい、ここで飲んでたりするよね。あ、そうなんですか。うん、あ、今何を召し上がってらっしゃるんですか。じゃがいもね、美味しいよ。ホクホクでね、おにぎりもあるしね。はい。もう静岡おでん、もう小さい頃は食べ慣れてるから。静岡おでんと言いましたら、小川さんじゃないんでしょうか。小川さん、うん、小川さんはどこにあるんですか。ですね、静岡市葵区の馬番町の38という住所にあります。はい、あ、そうなんですね。はい、天元さんっていうちょっと有名な、はい、あの神社がありまして、はい、その前のもある天元さん通りっていうところの通り沿いにあります。あ、そうなんですね。はい、あの駿府城公園の近くですか。駿府城公園からも近いです。ああ、じゃあ駿府城公園を散策した後は、そうですね、徳川家康のね、はい、お城っていうことでそこを散策してから天元神社通り沿いにありますので、はい、お散歩がてら寄ってもらったらいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そしていよいよ私も静岡おでんをいただきます。川本くんちこの方から見ると串刺さってるのって言うんだけど、はい、俺らはもうこれで育ってるから、まあ、はい、うん、あーうめー。あのね、山梨の川口湖でね、望月明さん50はい、60の川口湖で居酒屋やってるんですよ。そうなんですか。赤いっていうね、ここでね、修行したの。へぇー。ここにそういう飲食をやりたくて、いろいろ回ってて、たまたま来てくれて、はい、それでしばらく修行じゃないですけど、通って、それで今川口湖のところでやってね、そこは俺行ったんよ。赤いっていう名古屋なんですけど、はい、お店出します。明さん、未だに一番最初にうちのおでん食べに来た時、全く本当に知らなくて、ここが選手の、なんでやったらこんな天井札が貼ってあるんだろうと思って、いろんなおでん食べたらここが美味しかったって言って、なんか何回か食べに来てくれて、偶然自分でもやめておでん屋にすごい本当に親しくして、あ、そうなんですね。そう、きっかけだから静岡でやってるんです。川口湖のそばで、もうほんとすぐそばで、ヌイチも行ったよね。すごいよ、大繁盛してる。それで、うん、赤い、赤いさん、うん、それこそね、ゴルフ渡辺鍋ちゃん、山梨の65期の吉信ちゃんとさ、はい、あいつもゴルフやるもんで、うんうんうん、吉信ちゃん同級生だから、うんうん、仲いいからさ、うんうん、吉信ちゃんと俺と教えてくれた人、うんうんうん、社長と3人で川口湖ゴルフ行ったのよ。あ、じゃあ夜はで、夜は赤いさんで行ったの。あ、いかがでしたか。もう俺らいつも食べてる静岡のおでんがなんか川口湖で食べるっていうなかなか不思議な感じなんだけど、串もちろん刺さっててさ、すごい。その日もものすごい繁盛してて、あの予約でいっぱいでね、うん、赤い、うん、検索チェックしてみてください。ここで郡司浩平選手のサインが飾ってあるのを発見しました。郡司浩平選手のサインが、これは郡司浩平選手のサインはあるということは、郡司浩平選手がいらっしゃったんでしょうか。
いらっしゃってないです。あ、そうなんですね、はい、でも食べてはいただきました。で大変美味しかったと手紙をいただいたんで。あ、そうなんですね、はい、地方発送もやります。地方発送も受けたまって。そうですね。コロナで緊急事態宣言が出た時なんか、はい、僕の同期で、はい、高校の先輩後藤圭司さんが結構みんなに広めてくれて、はい、神奈川で言ったら東沢健司さん、松坂洋平君、川崎の石井武さんなんか注文いただいて、はい、買っていただきました。そして宣言通りと駿府城公園を散策することになりました。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。